はい、次は腰痛の解消に効く骨盤の体操をご紹介いたします。はい、まず仰向けに寝ます。その後に一呼吸入れて膝を90度、そしてポッ、胴体に対して股関節を90度に持ち上げます。一呼吸入れてブー、背中をこう丸めないようにしながら、背中はまっすぐで、かつこの股関節をほいほいほいと胴体に近づけるようにします。背中はまっすぐ、膝は胴体に近づける。この状態で2呼吸入れたらドン、脱力、2呼吸また入れてドン、脱力、そして体を万歳で伸ばして2呼吸脱力。ここまでで一連の流れになります。これで腰の裏の筋肉張りが取れ、腰痛が解消されます。腰痛の解消の体操でした。ぜひお試しください。どう